同志社全学部ですね。バッチリ出てましたね。やっぱね、似るんですよ。そう、今日解いた学習院の問題の答えの表現載ってんだよね。こうめっちゃ大事、これね。はい。入試問題で超大事な。絶対他の大学のやつに出る。また始まりました。マッチスチャンネル。さあ、やっていきましょう。同志社全学部ですね。はい。文系、理系、それぞれやっていきたいと思いますが、まあ、まずは文系から見ていくんですが、さあ、その前にちょっと話しておきましょうか。やっぱりね、理系の方にね、出たじゃないですか、睡眠。ね、これ、武田塾チャンネルでも言いましたけど、睡眠っていうトピックはよく出るんだって言ってですね。だから、これね、あらかじめ知っておけば、さかさか読めちゃいますね、これね。はいはい、どうせこれ出てくんでしょうと思いながら読んでてね、はい。やっぱりその通りに出てきたし、絶対ね、見ておいた方がよかったんですよ、これね。で、やっぱ同志社っていうのはね、和文訳があるんで、そこが苦手な人が多いんですけどね。今ユテラで和文訳講座やってますから、いや、ちょうどね、今週末に出るやつがバッチリ出てましたね。先出しときゃよかった、あれ残念でした。的中でやりたかった鹿児島大の問題と似てたんだよね。ではダカダカダカっと解いていっちゃいたいと思いますね。はい。文系の方で最初が家族のこう受け継ぐみたいなやつだよね。同じ趣味持ってるといいんだよみたいなやつだけど、はい。最初が whether or not が問われてたよね。一緒にやろうがやらない愛が関係ないみたいなやつで、理系の方にもウェザー問われてたよね、はい、やっぱね似るんですよ。だから絶対他の大学のやつであっても見といた方がいいんだよ。で、次異文同逆説、まあおなじみですよ。もうね、次が because でしょ。もうね、おなじみ、因果関係なのか情報関係なのか対比関係なのかっていうのもお決まりの問題です。次の、はい、言い換え問題ですね。全く文章を読む必要がありません。そのままババババババッと解けますね。もう、はい。Descendants は子孫 of spring、 Enhance は高める、良くする、 Improve でしょ。テクスタイルズですから、生地のことですから、ファブリックス。ディープリーリワーディングですからね、すごいやってよかったってなんだから、サティスファインですね、プラス。インフェクシャス、うつるんだから、トランスファラブル。クイバリング、ちょっと難しいかもしれないね。クイバーは震える。で、トレンブリング。と同じです。まあ、研究時計覚えました、これ。transmit、はい、伝える、だから convey、spurred on、encourage ですね。これ、昨日の英作文の添削でやった、spur って書いてて、使い方間違ってる。urban は metropolitan ですね。コスモポリタンと間違える人がめっちゃ多い。さあ、次言い換え。There is an element of him doing it through me ですね。まあ、これは分かんなくても全然大丈夫です。文脈で分かります。はい。ビーキーパーの話でしたね。で、次も、It was a world free of worry ですね。心配ないさーってことなんですが、甘いものしてるおばあちゃんを見てる状況ですから、答えは3番ですね。コンテントがね、満足ですね。He is more likely to be found spotting は、構文ですね。はい。誰々 is found なんで、もともと直せば find 誰々 spot となるんですね。だから答えは1番です。で、次。あ、まあ、これも同じでしょう。はい。並べ替え問題ですね。despite 来てるから、ざっと使わないで、そのまま、there being thousands of miles っていうですね。お決まりですよ、こんな。despite 使って、後ろは同名詞。これも出てますね。また後で出てくるじゃん、これではね。理系の方にも出てた。はい。そう、だから自分はね、理系受けないからとかって言うんじゃなくて、ね、ちゃんと理系の問題もやっといた方がいいですよ、文系の人も。はい。ね。同じようなとか問われるんですよ、同志社は。はい、次が2番。はい。もうバッチリだったじゃない、この。What he learned のとことかさ、psychologically closer とかめちゃめちゃバッチリ言い換えられてるし。3番が various places ね。どこだっけ？スペインとか、イギリス？日本もあったよね、確かね。はい。various places で、クラフトもぴったり。7番が、この husband だった。どこだっけ？スウェーデンだっけ？ orienteering ですね。そう、orienteering のトレーニングキャンプであったみたいな話してたよね。はい、次が、自転車ですね。これもよく出るトピックでございます。面白かったね、これは。普通に読んでて。1個目、in fact、はい、実際ってやつ。これももう出たよね。このカンカン同率の解説してる中ですでに出てきてますね。だからね、被るんだよ、問題。で、y が aside from personal transport ですね。personal transport 以外にもこういうのがあるよって言ってたよね。street vendors に使われてるって言ってたよね。で、次は具体例の for example ですね。ジャカルタっていうね、ジャカルタが例出てました。はい、で、また単語の言い換え、ババババババって。はい、ナラティブはストーリーでしょ。インパクトですから、影響を与える、だからアフェクト。disrupted ですね。はい、そこが途切れちゃうからカット。で、vulnerable ですね。被害を受けやすい、at risk。インファ、これ面白かったね。そうだと結論付けられるっていうコンクルードですね。インプリメントですね。はい、それを実際行うこと、エクセキュートですね。レベルが高いけどよく出ます。で、モメンタム、それの動かすものとなるものなんで、はい、ムーブメントですね。動き。で、次が、critical piece of the puzzle です。critical っていうのはめっちゃ出るってね、これがもう何回も言ってる。今回の冬季講習で学校でも何回も言ってきた、crucial と言い換えられるか。出てるんですよ、ちゃんと。パイロットって昨日ちょうど使った、これ。実際にやる前のパイロット版ってやつですね。次、filling in gaps between modes ですね。はい、その、この手段と手段のギャップをこう、埋めるものだから、ブリッジでね。
で、ポップアップサイクルレンズ、これ面白いね。ポップアップってほらパッと出てくるやつですからね。テンポラリーですよこれ。で次の並べ替え、あこれも面白かったね。この Be successful in cities like っていう風にこの in がバーッと入ってて、 Be successful at ing に気づかないっていうね。At encouraging people of all ages and abilities to come out on the street and gain ですね。はい、ここ gain が入って、gain experience cycling ですね。はい、experience ing ですから。In a relaxed, safe environment ですね。この environment なんか聞かなくてもいいのにと思うけどね。サイクリングの方を聞けばもっと正解少なくなるのになと思って。で、内容1が1。そう、車が減ったからといってね、Dangerous Driving が逆に増えたんでね、Reckless って書いてあったよね、本文では。車がいない分みんなスピード出して。危なくなった。次は4で、いろいろ助けに行くときに、ディザスターズのときとかに自転車の方が行けるって話だった。6番か。バイクシェアシステムズで買いたくなるって書いてあったよね。パーチャスって書いてあったね。本部はね。はい。で、英和訳。Easier, more reliable access to public transport means more people can consider using it for more trips. まあ、これは、これを意味してるって意味なんだけど、まあ、うまい訳し方だと、アクセスできればってやるやつですね。より簡単で信頼できる公共機関にアクセスできれば、より多くの人が自転車のトリップするときに使うことを考えるようになるよみたいな風に訳せばいいよってやつでした。次のやつも面白かったね。そう、これさ、あれ学習院じゃなかったっけな。そう、今日解いた学習院の問題の答えの表現載ってんだよね、ここに。そう、だからね、絶対見といた方がいいんですよ。はい、でもこれも同じじゃんね。 How have you been?って言って、You look a little tired and worn out ですね。もう疲れ切ってるようだって。もう、このパターンね、何回も出てる、いろんな大学で。疲れてるね、みたいな。Is it that obvious? そんなに明らか。No, it's just that ですね。それだけじゃないよ。この just が空欄でしたからね。で、次は7番。Every now and then it seems to flare up again ですね。その痛みっていうのがこう戻ってきちゃうよっていうやつね。燃え上がるですから。で、次1が、これがちょっと難しかったな。そうそうそう。マッスルエクササイズで、コアマッスルエクササイズでなんとか痛みを抑えようとしてたんだけど。で、ドクター行きたくないよって言って何回も言っても同じことしか言われないっていう2位入れる。ここはまあ簡単かな。その後の、私もそれ嫌だって言ってるやつ、6番か。I'm not a fan of that either though って言って、why not っていう not がついてるから、はい、否定語来てるって。で、F、これも難しかったかな。Apparently, I'm the ideal candidate for this treatment. このトリートメントの理想的な人だよって言って、まあ、the respond really well って来てるから、まあ、それで入れられる。で、次が、that's what I thought ですね。はい。そう思ってた。20分だし、まあ、ハリーのやつだよね。確かね。ハリーのやつだったら、まあ、耐えられるかなって思ったんだけど。で、それが嫌な人で、もう一人の人は、アキュパンクチャーの方が好きだったんだよね。3番でね。でも、指圧っていうのもいいっていうふうに言ってるんだよ。おかしくない?この人さ、ハリーは知ってるけど、指圧は知らないんだよ。そうなんだって思う。なんか調べたりするんだったら知っててもいいでしょと思った。両方知ってんじゃないの普通と思ったけど。日本だったらね、まあ指圧の方が普通だけどね。で、それはまさに私がずっと探している種類の治療のように聞こえますっていうのを、はい、和文訳は簡単です、これね。That sounds like the kind of treatment I've been looking for ですね。ずっと探してるっていうのに私は書きましたけど。だからね、訳抜けの種類とか抜けそうだなと思った。kind of とか抜かしちゃうんじゃないかなと思った。はい、続いて理系行きましょうですね。はい、昆虫食べる話ね。はい、昆虫食べた方がいいよってやつね。最初ほら、また therefore ですね。因果関係。もうこれなんかさ、入れるまでもなく、はい、それだろうなと思ったし、次の weather も、あ、これ名詞節になってましたね。すべきで。で、however 逆説も超お決まりじゃん。on the contrary、むしろとね、間違いないね。これ on the other hand だと違うからね。はい、で、言い換え。consumption、消費ですね。食べるとき、eat ですね。はい。これ英作文でめっちゃ使える。eat と consume の言い換え。で、reproduce 繁殖するだから multiply。で、replace 取って変わる substitute for でしょ。これ substitute が次の文に載ってたよね。で、primarily ですから main。で、projected 予想されてるから predicted。ね。delicacy ですね。まあこれはわかんなくても extravagant food ですね。expensive っていうのがついてたからね。で、surge は上がるです。で、incorporate A into B の形よく取るけど、はい、それと混ざるですから、blend。で、environmental footprint めっちゃ大事これね。はい、入試問題で超大事になってくる。この環境のね、足跡って何って言ったら、それがまさにこの1ですよ。The effect that the human activity has on the ecosystem。エコシステムに人間のこの与える影響だから。これめっちゃ出るからね。絶対他の大学のやつにも出る。A fraction of the land。ちょっとの少ないことを表すから、tiny part。まあこれフラクションも絶対知っといた方がいいですけど、まあ文脈でも解ける。で、次は by accumulation ですね。まあこれはちょっとむずいかもしれないですけど、accumulate っていうのはこう積み重なっていくことなんで、はい、だから build up なんで4番です。organism、生物の中にある chemical substance ですね。化学物質っていうのがそれがどん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 積み重なっていく。
で、サーキュラーフードシステムっていうのは、サステイナブルにいける、ね、そのシステムのこと。で、次は並べ替え問題。まあ、最初に接続詞必要だから、ワイル。で、less environmentally damaging なんだけど、ミートよりもね、そう、昆虫っていうのは、肉よりも。でも、it has a higher footprint than most plant-based foods ね。まあ、豆腐が例に上がってたけど、豆腐よりはね、それよりは環境に悪いから。っていう話。はい。で、内容一致もね、って思ったけどね。はい。5がまず合ってる。If we take most of our protein from tofu, it is more eco-friendly than eating insects. So, insects いいんだけど、でも豆腐とかと比べればね、はい。害はありますから。で、次は、some insects could be grown by using food byproduct, 6番ね。Some insects could be grown by using food byproduct, in which case they could then be utilized as a nutrition source for producing seafood. そうそう。これはまあちゃんと読めてないと、ここの部分は難しかったかな。で、8番が当たってますね。はい。By integrating insects into various kinds of familiar food. まあ、具体例として、フラワー、小麦粉だったりね、そういうのに入れて、だんだんみんな食べるようになるかもね。気持ち悪って思った人多いんじゃない？はい。で、次が、get the rest you need. ほら、睡眠ですよね。はい。で、その睡眠の中で、最初入れるのが、前置詞問題でしたよね。interfere with ですね。はい。interfere と合うもの。prevent from getting ですから、これは簡単に長期数。で、次がほら、despite 同じポイントじゃん。despite の後ろには、同名詞だから、having ですね。だこれを、2月4日のこの問題を見てたら、さっきの2月5日の問題ね、すぐに浮かぶよね。だから、各予備校のさ、問題だけでも、すぐ出してあげてくださいよ、ほんと。その日に。で、次は、文脈と文法ですね。if の後ろに、はい、主語と be 動詞省略できるから、untreated ですね。受け身になってなきゃいけなくて、文脈的に資料されてないほど。はい、いいか。encompass 難しいかもね。ちょっと成り立ってる、comprises ですね。3つのものから成り立ってるって。effectively は、はい、successfully だし、worth は、その量を表しますね。厄介です。こういう意味もあるからね、worth にはね。数字とよく出てくる。deficient 足りないから、inadequate。アンダーライン、ほら、出たじゃん。これね、いつも、総計でも、必ず、長文中にいるって言ったやつです。毎年必ず出てくる。アンダーライン、その根底をなす。だから、ファンダメンタル。で、トラック、だから、レコード、記録する。throw away、だから、捨てられるものだから、ディスポーザブルですね。で、次が、everything from blood vessels to the immune system。blood vessels っていうのは血管のことだから、それが vein ですね。vein ね、静脈だっていう人結構いっぱいいるけど、静脈とは限らないですからね。みんな、そもそも artery なんて知らないからね。動脈なんて。で、それが veins と、あとは defense the body against infections。これが immune system ね。で、medications を大人の方が取ってるだから答えは4番ですね。はい。be likely to が greater chance になってるだけ。で、次が weekend っていうのがそうですね。睡眠を取り戻すのにいいわけじゃないよって言ってるので1。on the flip side 難しいね、これね。逆にって言ってるから、まあ4って感じかな。quite a few more people なんでより多いわけなんで many more ですね。はい。ずっと多いっていう。これはできなきゃだめ。で、次、並べ替え問題。これあんま良くないね。だってさ、間違った人も正解できちゃう、これ。at least 7 hours or more of sleep じゃないですか、これ。ね、7 hours of sleep っていうように。そう、of を入れるんだけど、これ to 入れちゃった人もさ、ここ関係ないから答えに正解になっちゃうよ。to 不定詞だって勘違いした人も正解になっちゃう。あんま良くないね、問題として。自分だったら o をマークさせるかな。で、次は、なんか珍しいよね。見出し語入れる問題。ただめちゃめちゃ簡単。もうこれはほぼほぼみんな正解してるでしょ。5124ですね。はい。で、次が日本語訳。People who work the night shift or irregular schedules may find getting quality sleep extra challenging っていう風に、これ SVOC ですね。getting quality sleep っていうのが O で、find の SVOC になってるってことに気づかなきゃいけないっていう問題ですね。はい。だから、夜勤だったりとか、不規則なスケジュールで働く人っていうのが、質の高いっていう形容詞のコーデ。これも動画内で何回も言ってるよ。睡眠をとることがとても大変だとわかるでしょう、みたいな感じでね。余計に困難であるとわかるでしょう、みたいなことね。はい。はい、続いて、ズームまた出たよね。ズームよく、ズーム知らない人は困りますよ、もうですね。知ってね。ズームミーティング。家族とズームミーティングしてるよ、みたいな。で、最初が7でしょ。couple of weeks やろうとしてるって言って、ちょっと難しかったね、1個目ね。だから、後でやってもいいね。次の2個目もずいても、double bother me ですね。別にいいんだけど、ナイトパーソンだから自分は。私は大変っていうのを10で、これはいけるでしょ。その後に、何について話すのか、lots of stuff。その次が、そうね、ブッククラブみたいにですね、映画のトピック話すって言ってたよね。なんかトピック決めて、それを2週間後に話すって言ってたのが3でしょ。で、次が、外に特にね、出ないんだけど、で、オンラインでこの COVID-19 の時にね、話すようにしたよっていう、これもちょっとむずいかな。
で、次がカズンと話してない。後ろの What about your immediate family がヒントになっている。はい、で、最後、I think you've inspired me to take the initiative. それをやろうと思うっていうのは、これは簡単です。で、文英訳の方が、もちろんみんなに直接会える方がいいですけど、私の場合、それが現実的はないのですっていうね。はい、これは。いやー、今度の動画出ます。はい。Of course ね。It's better to meet everyone in person ね。この in person とかね。directly とかね。はい。But that's not realistic for me とかね。But for me, that's not realistic. But DA ですね。はい、どうだったでしょうか。やっぱりね、結構ね、もう被ってる問題もあったりする、同じところが問われたりもするので、ぜひともね、自分の受けるところの過去ももちろん大事なんですけど、他の問題とかも見ておいたりとか、その情報を手に入れたりしておくと役立つことってたくさんあります。そう、だから私は問題をたくさん解きなさい、たくさん出会いなさいっていつも言うんですね。はい、それがこういうことだったんですね。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.